ダイナマイトプランジャー発破機発破とは、火薬類の爆発力を利用して建築物や船舶などの人工構造物を破壊したり、山を破砕したり、地質調査のために広範囲にわたって地面を振動させる行為全般を指しており、法定用語である。また、比喩的に物事の進行を早めるために関係者に強めの励ましをすることを発破をかけるということもある。発破という行為自体は爆破と基本的に同じだが、爆破は火薬類を使って物体を破壊する行為全体を指しており、産業用途も軍事的用途も含む発破は建築、土木業や工業をはじめ民間産業や学術研究の目的で行われる爆破に限定して使われる言葉である点が異なる。すなわち発破とは火薬類取締法や労働安全衛生法に適合した非軍事目的で行われる爆破である。発破する際は、発破する対象は確実に破壊しつつ、周囲への破片の飛散や振動、騒音はなるべく低く抑える必要がある。特に市街地においてビル等建造物を破壊する場合は、振動や騒音で周辺住民に不安感を持たせたり、破片の飛散によって被害が出る可能性もある。そのため人家や市街地に近接した現場で発破解体を行う場合は必要最低限の創薬量で建築物や土砂がなるべく内側に崩れるようにし、騒音や振動を低減させる。また発破による直接的な衝撃波や発生ガス圧力により対象物全体を破壊するのではなく、構造物の強度上の弱点を発破により破壊して、自重を支えられなくして、自重崩壊していくようにすれば、周囲への破片の飛散が小さく、かつ徐々に崩れていくために、振動や騒音を抑えられる。このような発破方法は、制御発破と呼ばれており、鉱山の採掘現場やダム建設現場などでも多用されている。対象物を跡形もなく吹き飛ばすのではなく、対象物にほじった穴に爆薬を創薬し、この爆発力を利用して割ることにも現れている。このような目的では、一箇所に爆薬を大量に装填して、一点よりの圧力で破壊するよりも、点と点で結んだ線で破砕する方が効率が良い。このため、破壊対象全体に分布するように複数の創薬口を先行し一箇所あたりの創薬量を減らして、複数の創薬を同時、または時間差を置いて起爆する。複数の創薬を起爆するタイミングを精密にずらすことによって、さらなる振動低減や破砕節の分布を調節できるので、起爆には電気雷管が多用されている。なお従来は大きな破砕力を発生させるのに、爆薬の方が便利が良かったため広く用いられてきたが、建設機械の技術的進歩から、大きな圧力を発生させて、岩石やコンクリートにひびを入れる装置も出ているほか、化学分野でも性的破砕剤と呼ばれる膨張剤なども利用されるようになってきており、状況に応じて使い分けられるようになってきている。一般に火薬と爆薬の意味は混同されて使われるが、火薬類取締法では、推進的爆発の用途に供せられるものを火薬、破壊的爆発の用途に供せられるものを爆薬、火薬や爆薬を加工したものを加工品と区別している。発破に用いる材料も火薬類取締法に従ってそれぞれが区別される。物体の破壊や破砕目的の発破にはもっぱら爆薬が用いられるが、破壊しや建築材に用いる石材採取発破では過度な割れを防ぐために爆力の低い粒状黒色火薬などが用いられる。また火薬と爆薬では燃焼の性質や速度の面でも違いが顕著である。火薬では衝撃で反応が始まりがたいよう比較的安定した性質を持ち、一定以上の熱を加えることで燃焼という酸化反応が連鎖的に発生するが、爆薬では設定された種類のエネルギーを加えた場合に反応が始まり、より速やかに全体へと反応が進むようになっている。産業発破用爆薬で主流を占めるダイナマイトや硝酸アンモニウム系の爆薬では裸火で点火しても穏やかに燃焼するだけで爆と泥気反応に移行しないものがほとんどであり、爆薬中に挿入した雷管を爆発させてその衝撃力で起爆する。このあたりも火薬と爆薬の性質的な違いである。爆薬を使って発破するにしても大きく分けて2つの創薬方法がある。これらは全く別々に使われるわけではなく、同じ建造物の違う場所において2つの創薬方法を同時に使うこともある。例えばビルのコンクリート部分は先行が容易なために内部創薬をし、鉄骨部分は先行創薬が難しいために外部創薬して同時に点火して破壊することもある。ありがとうございます。